折川橋梁は、京都市伏見区の宇治川に架かる鉄道用トラス橋で、ある。奈良電気鉄道が自社線の開業にあたり仮設した。本橋梁は、比較的水量の多い河川を一景間で渡る、長大な伏線した自式トラス橋であり、完成以来2012年現在まで、日本に存在する単純トラス橋としては、最大の島町を備えることで知られる。京都と奈良を結ぶ、 第二の鉄道として建設され、開通まで、経営地や、線形の変更を、幾度となく繰り返してきた奈良電気鉄道線にあって、本橋梁も経路は変更されなかったものの、得意な経緯によりけた形式が途中で、全面変更されている。奈良電気鉄道線の建設計画を進めた、浅井育児技師長を筆頭とする、同社技術陣は、 京都起点4マイル6チェーン付近の宇治川を渡過するに、あたって、当初は沿線に存在する、もう一つの大河である木津川を渡る木津川橋梁と、同様、川中に6本の橋脚を立てて70フィート、プレートガードーけた7連を仮設する案に従って、橋梁の具体設計を進めており、架橋を予定した地点の周辺には、帝国陸軍の演習場、そしてその北側には、 公平大隊の公営が設置されていた。奈良電気鉄道は工事促成のため公平対応地の一部について土地交換を申請した。それを受け師団側では調査を行い本省へ伺いを出した。16師団条件と陸軍省の決定条件をまとめたものが以下の表になる。橋脚に関しては一期まで認めるというものであったが、奈良電気鉄道側は 回答を待たずに大安に着手することとなる。ちょうどこの時期、即位したばかりの昭和天皇のご体典が京都御所で取り行われ、式典の終了後、各施設の配管や御陵の参拝などが国民に認められることとなった。そのため、沿線に富士見桃山陵が存在し、開通の暁には大阪電機軌道奈良線へ乗り入れるだけでなく山と西大寺から、 柏線へも直通し、京都と柏神宮前を直結する計画であった奈良電気鉄道は大きな旅客需要が期待される。この絶好のチャンスに何としてでも全線開業を間に合わせる必要に迫られた。こうして路線建設のための時間的猶予を失った奈良電気鉄道は宇治川とかについて経済的なプレートガーダーケター案を放棄し、 川中に橋脚を設けずに済む長大な単独トラス桁により本橋梁を仮設することを決断してようやく着工にこぎつけた。以上のような経緯で本橋梁は無橋脚、一景間でのとかに適した長大な極限プラット文革トラス桁として仮設されることとなり、その設計は当時の日本を代表する橋梁設計の大家であった関は刺激の手に委ねられた。 もっともこの時代、この巨大橋梁が必要とする長さと厚さを備えた大型鉱材は日本国内に市中在庫が存在しなかった。また、日本国内で唯一、その種の鉱材の製造供給が可能と目されていた、八幡製鉄所では、当時軍用、特に軍艦用の需要を満たすのが精一杯で発注後必要な納期にそれらを得ることもできなかった。そのため、 関原設計人は設計着手後間もない1927年10月末までに最優先で必要部材の一覧表を作成、部材調達を受け負った、朝野物産とアメリカ有数の大手製鋼メーカーベスレヘムスチールが東京に設けていた視点の連携によって全体の83%にあたる約1500トンの鋼材の注文書をアメリカのベスレヘムスチール社本社へ打電。 可能な限り早く国内で入手が不可能な部材を調達する手配を行った。これは、折よく日本へ向かう船便に恵まれたことから、発注後2ヶ月半で大半の部材が神戸港へ入荷するという、当時の日米間貨物輸送体制では最良に近い成果を得た。なお、本協梁の主部材は、このようにベスレヘムスチール社からの輸入によったが、それ以外にも、 US スチールプロダクツ社とヤワタ製鉄所から鉱材供給を受けている。だが、最大の難問であった鉱材納入について最良の結果を得たと言っても、その時点で絶対的な工期の不足がほぼ致命的な水準に達していたことに変わりはなかった。国内で調達可能な補助部材については先行して、調達と加工を実施するようにしたものの、使用鉱材到着後に、 それらを工場で加工し、工場で一旦仮組みした後に分解、輸送し、現場で再度組み立てるという大規模構造物建築で常識とされる手順を踏んでいたのでは、1928年1月の工材到着後、1928年11月に予定された5体点までの10ヶ月に満たない短期間でこの橋梁を完成させ、 路線そのものの開業にこぎつけることは到底不可能であった。そこで関原は実際に橋桁の製造を担当する川崎造船所、兵庫工場での仮組工程を省略し、加工済み部材を現場にて直接組み立てることを決断した。仮組を省略した場合、その分の所要時間を節約できるが、その反面、部材の切断ミスや接合用リベットのために、 あらかじめ開港された、病行のズレなどがあった場合、それらの修正のために仮設工事全体が大きく遅れ、仮組を実施するよりもかえって時間がかかってしまう、危険がある。そのため、川崎造船所で実際の桁製造を監督することになった、坂根重三郎技師はその部材製作工程の管理、及び工作制度の維持に、 最新の注意を払うことを強いられ、また設計を担当する関原もミスが一切、許されないため、本橋梁に関する各種図面の精査に追われた。現場での組み立て、橋内の施行、そして仮設全般を担当したのは、奈良電気鉄道専務取締役永田桃倉が、副支配人で、この種の架橋工事について、経験の豊富な大林組であった。橋桁だけで1810トン。 機常や枕木を合わせて約2000トン、通過する60トン給電車6両編成2本分の荷重720トンを入れると、総計2700トンもの重量になる本橋梁の場合、それを支える橋台の設計と試行には特に慎重な作業が要求され、しかも常日の通り工期が極端に短く失敗が許されなかった。そのため、当初は先行して、 架橋工事が完了していた木津川橋梁で実績があった直径8フィート、深さ25フィート、厚さ8インチの円筒形、鉄筋コンクリート製移ず3本2列を水中堀にして沈め、これらの上に橋台を構築することが検討された。だが、本橋梁と同じ淀川水系での治水工事に、経験豊富で工事現場の地質についても地質した。 谷口三郎技師から大型構築物の賃、観光法が適当との助言が得られ、この工法により1928年4月1日に兄弟根掘りを開始、同年5月26日に鉄筋コンクリート製兄弟の両ガムへの埋設作業が完了した。その作業工程においては、時間的余裕がなく賃箱後に試験荷重をかけてテストすることができなかったため、 通常40本の基礎具を打設するところに直径10インチ長さ30フィートの松丸太氏による基礎具を60本打設して地盤を徹底的に打ち固め試験を行う必要性そのものをなくしているこうして兄弟が完成し兵庫の川崎造船所から淀川を曝光して現場まで運ばれた部材により橋桁本体の組み立てと仮設が本格的に開始された 設計、製造の双方の努力が実り、現場に到着した各部材の加工精度はほとんど修正を要しない水準に達しており、むしろ高精度ゆえに、現在市正面の密着が良すぎて組み立て作業に手間取るほどであった。また、橋桁本体を組み上げる工程においては、効率化を図って大林組が設計した、ごライアスクレーンが導入され、威力を発揮した。 このゴライアスクレーンは、橋桁本体の組み立てに用いる構成で、大型のものと船で運ばれてきた部材を仮設足場上へ揚陸するための木造で、小型のものの2種が用意された。いずれも上部に電動巻き上げ機を、下部に台車をそれぞれ備え、橋桁の組み立て工程の進捗に合わせて、仮設足場上に付設された4列のレール上を移動する設計であった。大型のものは、 工事完了後に柱部を分解し、他の工事現場で工事用エレベーターに転用可能な寸法として設計され、高さ100フィート、長さ54フィート8インチと本橋梁の規模に見合った極めて巨大な構造物であった。橋桁の組み立ては、当初計画では固定端とされた、右岸側から順に下弦材を左岸まで並べて全長分を結合、他の主要部は、 大型ゴライアスクレーンを用いて右岸から中央付近まで組み立てた後、左岸までクレーンを移動、そこから再度中央へ向けて組み立てを進め、最後に中央部で結合して完成とする予定であった。しかし、兄弟の建設過程で右岸側が遅れたため、加減材の組み立てについては、右岸より2番目の部材を所定位置に置いて、組み立てを開始し、順次左岸まで組み立て、最後に、 右岸より一番目の部材を結合するように変更した。ところが、これも渇水で、ヨド川を底をする専運に問題が生じ、予定通り、この結果、右岸よりの一部床張りやストリンガーなどの組み立てを前倒しで行い、その後で部材到着順に左岸へ向けて加減材を結合、左岸到達後に左岸から床張りやストリンガーの組み立てを始めて、 右岸よりの組み立て済み部分に到達するまで作業を進め、床部の組み立てが終わったところで、すでに組み立てが完了した加減材と右岸兄弟の間を結ぶ最後の加減材を組み、そこの床量とストリンガーの組み立てを行い、床部全体を先に完成状態とするという、非常に込み入った複雑な作業手順とすることでこの工程での遅延の発生を最小限に抑えている。 続く上限材の組み立て順序も、この下限材組み立て工程の混乱の影響で、組み立て順序が変更された。当初とは逆に左岸へ、大型ゴライアスクレーンを移動して、そこから中央へ向かって順に上限材を組み立てた後、クレーンを右岸へ移動、そこから、再度中央へ向けて、上限材を組み立て、最後に中央の水平な上限材を組み付けることとなったので、ある。 この組み立て作業においては、合計73,094本のリベット。それらの秒作業は、スケジュールの関係で、夏の炎天下での実施となったが、川崎造船所から派遣された、工員30名が、リベット打ち5組と先行機2組に分かれて従事し、約60日に及ぶ作業日程で、秒作業をすべて完了した。こうして組み上がった橋桁の塗装は、野物産が担当し、 同社の工員20名により、バレグラアスファルトペイントと称する銘柄の塗料が、塗布された。各部材には、加工を行った川崎造船所で下地塗りとして、孔明丹があらかじめ塗布されており、塗装工程では、通常部位に2回ずつ、リベット結合部については3回ずつ塗装を行った。この作業には、前後30日を要し、消費された塗料の総量は、 約1300ガロンに及んだ。こうして、仮設当時の最新技術を惜しみなく投入し、人知を尽くして、後期短縮のための努力が重ねられた。結果、総工費839,203円95銭を費やした本橋梁は、5体点を約1ヶ月後に控えた1928年10月16日に完成した。 設計者である関原は後日発表の論文の締めくくりにおいて天帝のご加護によりと記したが、それは工事に関わったありとあらゆる人々の努力の賜物であった。観光式には公平第十六大隊長も招待されたが、大隊長は協梁やその架橋工事の大なることに驚き、一本二本の 橋脚を立てる程度の設計変更を申し出ていれば、工事を承認するつもりだったと述0したという。なお、奈良電気鉄道線そのものは難航した、桃山五両付近の高架線が71日間の特貫工事の末、同年11月12日に完成し、京都での即位の例の儀式が全て終了した同月15日、京都山と最大時間 34.5km が、 ようやく全線開業した。橋梁を通過中の列車長は約80メートル。鉱材をリベットで接合して組み立てたトラス桁を両岸に埋設された鉄筋コンクリート製、橋台上に仮設する。本橋梁では長さ46フィート幅21フィート、壁高2フィート6インチの箱型鉄筋コンクリート製基礎を埋設して橋台としている。橋桁は 典型的な極限プラット分割トラス構造を取る。通常、この種の桁では、対角材の経済的な傾斜角が45度となる。ことから、必然的に背の高い中央部の分割長が長く、両端部の分割長が短く設計される。だが、本橋梁においては、仮説足場及び上実した、ゴライアスクレームの能力や、部材加工時の生産性向上、 それに工事作業の簡略化を考慮して、全体を18に分け、各分角長を30フィートで統一している。また、中央の第9、第10分角の上限材は水平として桁高を、下限材から80フィートの位置に置き、両端の第2、第17分角の下限材は、それぞれ、第1、第18分角との接合点での高さを40フィートとしている。 奈良電気鉄道デハボ線系、デハボ線12奈良電気鉄道開業時に唯一在籍した旅客車形式で自長34トンの半高生車。主要機器の偽装前の撮影で台車も仮台車である。工事開始当時、奈良電気鉄道では車両限界の小さな16メートル級の中型電車であるデハボ線系1両あるいは2両編成での運行を計画しており、 また財政的にも決して豊かでなかったことから、短尺レールを使用するなど、低規格での路線建設を進めていた。しかし、本橋梁の設計にあたっては、財政難であったにもかかわらず、またそうした、当初の車両運行計画状況であったにもかかわらず、将来の車両大型化と橋梁そのものの透明化を見越して、その列車荷重や両側構え間の間隔については、大きな余裕を持たせた。 寸法、強度が設定された。橋梁上を、京都市交通局重軽電車が通過中。6両でも時長は、約200トンで、設計時に想定された6両編成よりも、格段に軽い。すなわち、列車荷重は1901年に示された、クーパー荷重にて E24 都市、当時としては破格の60.8トン級電車6両編成が、 強梁上で行き交う状況を想定して設計し、なおかつその衝撃係数の算定にあたって、エリアの衝撃係数式を採用したため、元橋の設計衝撃力は、現在の標準的な設計の約1.2倍と非常に大きな余裕が与えられている。また、建築限界に影響する両側構え間の中心間隔は、やはり伏線分としても大きく、余裕を持たせ、 32フィート幅としている。元橋は日本では前例のない巨大橋梁であることから、強風時の風圧による風化銃や気温変化による熱応力についても慎重に余裕を持たせて設計された。特に副応力を最小限とするため、景観中央の縦桁に伸縮点を設けている。最も風化重については設計当時のアメリカの基準によったとみられ、 1 4 5キログラム平方メートルとその後の日本における標準値である3 0 0ラム平方メートルの半分以下の値として設計されている。ただし、この値については、通風時の風下側での遮蔽効果についての計算基準が現在の標準とは異なっており、計算上現在の標準の約6割しか風荷重を受けないとされている。 こうした将来を見据えた配慮により、本橋梁は、架橋から80年以上が経過し通過する電車が、つ火重の大きな21メートル級大型電車6両編成となった2011年現在においても、設計衝撃力に大きな余裕を持たせて設計されていたことから、つ火重像を大いが総裁され、桁そのものについては、設計に何らでを加える必要もないまま、 ほぼ完成時そのままの状態での使用が可能となっている。本橋梁は、木津川、橋梁、伏見第一、第二高架橋と並ぶ奈良電気鉄道線の重要施設の一つであり、奈良電気鉄道が近畿日本鉄道へ九州合併され同社京都線となった際にもそのまま、承継された。そのため、完成以来実に80年以上にわたりほぼ、 竣工時のままの姿で使用され続けている。ただし、1977年に橋桁を支える主構え可動支匠のロッカー部分、つまり振動や熱膨張などによるズレ、あるいは伸縮を吸収する重要部品が損傷していることが明らかとなった。このため、1983年に問題となった主構え可動支匠ロッカー部の新型支匠板への交換や縦桁師匠及び、 団体経過前、ガセットなどの摩耗部材について、補修を実施することで延命が図られている。本橋梁は2000年10月18日に、近鉄折川橋梁という名称で、国土の歴史的景観に寄与しているものとして、国の登録有形文化財に指定されている。ありがとうございます。